り表エシカルラジオ。こんばんは。アスフォー入り表エシカルラジオのお時間です。5月の満月の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組は沖縄の南西に浮かぶ八重山諸島の一つ、豊かな自然と美しい文化が息づく西表島からエシカルな旅のエッセイを満月と新月の夜にお届けいたします。忙しい毎日の中で忘れかけていた大切な何かをふと思い出させてくれるような優しい時間になれたら嬉しいです。アスフォー入り表エシカルラジオは、アスフォー入り表とアウトドアフットウェアブランドキーンの提供でお送りいたします。改めまして、 MC の成田千秋です。西表島は今はまさに梅雨真っ盛り。八重山の梅雨は空梅雨のようと言われることもあるんですが、今年は本当によく雨が降ります。まるでこちらの冬の天気のようです。でもちょっとした晴れ間があると、カンムリワシの鳴き声がしたり、朝夕にはしきりに赤松瓶の鳴き声も聞こえます。特産のピーチパインも順調に出荷数が増えてきて、夏に一歩ずつ近づいているなぁと感じる今日この頃です。それでは今夜もエシカルな旅のエッセイをお届けします。私が初めて西表島に旅したのは今から30年前のこと。西表島にはモダマっていう世界で一番大きな豆の木があるんだってという友人の一言がきっかけだった。インターネットがまだ普及していなかった時代、島の位置もよくわからないままに大きな豆の木を見たくて旅に出た。到着した西表島は想像していたよりもずっと広くて大きくて、やすやすとは人を寄せつけない亜熱帯のジャングルを見て、モダマを見に行くことは早々に諦めた。見たこともない風景や知らない食べ物や生き物たちにカルチャーショックを受けたり、滞在中に台風が発生して宿に丸2日間缶詰になったことも今では忘れられない思い出だ。西表島の旅はいつも計画通りには進まない。予報にはなかった雨や風、想定外のハプニングは当たり前。行きたかった場所に行けなかったり、会いたかった人に会えないこともあるけれど、そうしたすべてに身を委ねたときに、奇跡のような出会いが訪れる島でもある。旅の醍醐味は、目的ではなく、プロセスにある、という。結局、私がモダマの木に出会えたのは、つい最近のことだが、長い旅の末の出会いだったからこそ、その感慨はひとしおだった。ひとときのイメージトリップ、いかがでしたでしょうか。このエッセイはアスフォー入り表事務局の松島由布子さんが書いています。西表島のジャングルに入るとぐねぐねとねじれた力強いモダマの木はあちこちで見ることができます。
でもその実がなっているところはなかなか見られません。すぐに誰かに取られてしまうからです。私も前に一度だけ木になっている実を見たことがあります。本当になかなか見られないので、もう一度見てみたいなと思っています。皆さんもぜひ西表に来たら、ツアーなどでジャングルに入ってモダマの木を探してみてください。この番組はポッドキャスト、Spotify、YouTube でも配信しています。またアスフォー西表のウェブラジオでもテキストでお届けしておりますので、アスフォー西表エシカルラジオと検索してみてくださいね。またホームページのお問い合わせフォームから皆様からのメッセージなどもお待ちしています。それでは次は新月の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。